一般財団法人日本 e スポーツ促進協会は日本のエレクトロニックスポーツに関連する一般財団法人。日本 e スポーツ促進協会は国内の e スポーツを推進する組織。中国をはじめとする海外の e スポーツ団体と連携し、そのノウハウやネットワークを活かし、国際基準でのマニュアル作りや選手、指導員、審判員、 そして解説者などの人材を育てることを主な目的にしている。立ち上げメンバーの中には法人格を持っている者がおり、これまでに海外での大会運営や会場の施行、クラブチームの設立から運営、管理から教育に至るまで e スポーツ関連ビジネスを手掛けてきた経緯があり、各国のパブリッシャーやディベロッパー、 リーグ連盟ともつながりがあるので、様々な e スポーツ関連のサミット、カンファレンスにも参加している。そのノウハウや海外とのつながりを活かし、選手たちに海外へ挑戦する機会の提供や e スポーツの認知度向上につなげたいと思い、同財団を設立。一般財団にした理由は公益性、中立性を保つため、国際 e スポーツカンファレンスを定期的に開催。 様々な問題提示を各国の関係者と共に議論。また会員に対して世界における最新情報を届ける。カンハレンスでは世界最大のゲーム企業の転戦とリーグオブレジェンズ開発運営のライアットゲームズ、ハースストーン開発のブリザードなど世界的にメジャーな e スポーツタイトルのメーカーが参加している。日本からは日本 e スポーツ促進協会の理事長が 日本の e スポーツ産業の現状と問題点や可能性などを世界に発信。アジア最大規模のオフラインイベントであるチャイナジョイにて開催される中国最大アジア最大規模の e スポーツ大会チャイナジョイカップの日本公式窓口にもなっている。協会が提携している e スポーツセンターにて会員限定の施設提供。イベントや大会のライブ配信も行える。 訓練施設でもあり、プロチームの育成だけでなく、照明や解説者などの人材の教育とアウトプットが可能となっている。地方協会や LPL の立ち上げなど、アジア各地の e スポーツ機構が有している、様々なノウハウを活かして、国際的なプロクラブチームの活動を促進。日々世界各国のクラブチーム間の連携、教育、活動支援を行う。取り組みの例として、 日本プロクラブチーム、アブソルート株とゲーミングの設立をサポート。また、国際大会くまるび中間国際大会に日本代表として出場圧戦。国際大会への日本人 e スポーツ選手の大会出場推薦や国際大会の誘致、国内大会の開催などで日本における e スポーツの普及促進に貢献していくとしている。取り組みの例として、 国際 e スポーツカンファレンスで e スポーツ選手に需要があるタイトルの国際大会決勝戦を日本に誘致するために各デベロッパー及び大会主催関係者と議論を行ったりしている。京都造形芸術大学はジェフと共に e スポーツ文化や技術の成長、人材育成などをどのように推進していくかを考えたいと発表しており、同学での特別講義も開催している。 その他にも、いくつかの海外の e スポーツ学科を持つ学校などに、教員、教材を提供。日本国内には、e スポーツに関する団体がいくつかあり、代表的なのが、日本 e スポーツ連合。大きな違いとしては、団体の会員層で、イエズには、数多くのゲームメーカーが会員として参加しているのに、対してジェフは、ゲームメーカーからの会員はいない。 またメーカーには声もかけていない。この理由は、海外には、イエズのような数多くのゲームメーカーが会員として、参加している特殊な運営体制を持つ、e スポーツ団体は、基本的に存在しないこと。他には、協会で公認タイトルがあり、そのディベロッパーなどが協会内に関係者としていた場合、流行が終わった時に、どう対処していいのか、偏ってしまう恐れもあり。 忖度でそのタイトルを使用せざるを得ない状況になってしまうので避けたい。また世界中で認知され大きな市場規模を持つメジャータイトルを使用した本当の e スポーツを日本に普及させたい思いがある。ただし e スポーツの推進という目指すところは同じでありながら手法や考え方の違いなどによりこの設立にあたって特別なコミュニケーションなどはとっていない。 e スポーツのオリンピック種目への認定に向けて今後は何かしらの形で連携していきたいと発言している。イーズの会員ゲームウォッチが日本 e スポーツ促進協会チャイナジョイで日本の e スポーツの課題を多数指摘 PC ゲームが盛んでないという問題とは神田明神カップはジェフ主催と判明との報道した。この報道についてジェフは声明文を発表。 主催という事実は一切なく賛同し、サポートとしてご協力しているだけであると、反論、また一部記載に誤解を招く表現や内容に誤字等があり、ゲームウォッチに対して記事の訂正と、この報道に至った経緯の説明を求めるとしている。ありがとうございます。